今年の6つの踊り町がバスの車体いっぱいを使って躍動します。長崎バスでは4年ぶりに行われる長崎くんち奉納踊りを盛り上げようと、今回初めておくんちのラッピングバスを製作しました。車内には踊り町を紹介するポスターやしゃぎりも流され、まさにおくんち尽くし。さらにこんな仕掛けも。次停車します。長崎のですね、秋を一足先に感じていただければと思います。おくんち尽くしのバスは明日から来月9日まで長崎市内各地を走る予定だということです。